ジャスみじろです。お久しぶりですね、動画。今回ね、リアクションの取得方法、コツみたいなものを解説していきたいんですけど、やっててね、分かったので、それを主に今回解説していこうかなと思うんですけど、リアクションって皆さん何個持ってますか？以前白恥パートいくつかなんかで44種類あって隠しリアクションあるんだよねっていう話をしたんですけど、詳しく話してなかったので、今回は効率のいいリアクションの集め方と、住民の性格、何から何がもらえるかとかっていうね、ちょっと詳しい解説をしていこうかなと思います。で、まず種類としては44個、この1ページでね全部にあるんですけど、基本的には36個何もしなくても基本的には全部集まるんですね。で、親密度を一定数上げると、このクルリンパとか、あとワルダクミとかね。こういうのが後で言うんですけど、こういうリアクションみたいなものがもらえるんですよ。で、これが意外と手に入らないって人とか、あと少しなんだけど全然来ないって人がいると思うので、その方向けにちょっといくつかまとめました。まず、とりあえず親密度を全員高めなきゃいけなくて、物を上げるレベルにはもちろん上げなきゃいけないんですよ。で、こんな感じでね、住民のモヤモヤが出るとかっていう、その住民ごとの個別のイベント、名付け変更とかさ、ニックネームとか、挨拶とかっていうところぐらい仲良くなってて、それをキープしなきゃいけないんですね。で、こういうのとかが出たら、耐久厳選してる人ってのは、これを網で変えたりとか、4時59分にして変えちゃったりするじゃないですか。で、これって、仲いい住民を引き止めて、プレゼントかい。プレゼントなんかい。耐久厳選の時にさ、島出てっちゃうイベントあるじゃないですか。で、ああいうのも引き止めると、親密度がね、上がるというか、最大の人はキープみたいな感じだと思うんですけど、もやが出てるからって言って1日スルーしたりすると、1日スルーするだけでね、親密度が下がるらしいんですよ。キープし続けるっていうのが多分鍵で、リアクションコンプしようと思ってから約7日間連続で話しかけたんですよ、きっと。そしたらね、クルリンパがもらえて、その他の住民が1日スルーしたりとかっていう日があったんですね。だから多分1号が最初にもらえてたんですけど、今、全部の住民話しかけて、毎日日付更新するようにしてるんですけど、目安では1週間以上話しかける。1週間以上ってのは、例えば住民1人が7日でくれたとしても、その後びっくりマークイベントが出たら、その後3日間出ないんですね、びっくりマークが。とりあえず1日ずつ、毎日話しかけるっていうのがとりあえず大事かなと。意外とね、この日誰々いないからスキップしちゃおうとか、なんか株とかね、家具とか集めてるからスキップしちゃおうみたいな人で、リアクション全然この人手に入んないんだよなっていうのもあると思うんですけど、とりあえず毎日話しかけるのがベストらしいです。ほんで、住民にね、果物とか揚げ物、貢ぎ物ってあげた方がいいのみたいなとこも重要かと思いきや、そこはね、別にそんなに、あくまで親密度を上げてる状態の時に、上げやすくなるみたいな感じなんですけど、別に毎日上げたからといって、もらいやすくなるっていうよりかは、基本的にランダムなんですよね。もやが出ちゃう日もあるし、びっくりマークが物をくれる時もあるし、なんかいろいろ種類がいっぱいあるじゃないですか、びっくりマークともやでも。で、トタケ系のイベントの日は出ないとか、またそういうのもあるので、結局ランダムなのでね、とりあえず毎日話しかけてキープするっていうのが一番大事かなというところで、一番最初にちょっと長々と解説しました。ほんで、何の種類があるかっていうところですよね。で、第1週目、始めたての頃に何もしなくても、とりあえず1回目にこれが全部もらえますよっていう4つがあるんですけど、それが住民の性格関係なく、このやーっていうリアクションね。と、あとこのあっていうリアクション。あとパチパチ。ハッピー。この4つが、初期の住民誰でもいいから、とりあえず話しかけていけばもらえるやつなんですよ。で、次2回目以降っていうのが、さっき言った通り、32種類あるんですけど、これが、ある程度話しかけて仲良くなっていけば、基本的にはコンプできるやつ。普通にやってって、住民と話してるさえすれば、32個は全部もらえますよってやつなんですけど、一気にね、このラスト8個から難易度が結構上がりまして、最初言ったように話しかけてたりとかして、親密度をマックスの状態を保ってたら、びっくりマークのイベントで、もらえるってやつが8個あるんですけど、これが住民の性格ごとなんですよね。1回目は性格の縛りなくて誰からでももらえて何でも OK なんですけど、2回目以降もかな、2回目以降はちょっと正直わかんないんですけど、自分が知らないうちにコンペしてたので、どれから何もらったっけなんて覚えてないので、何とも言えないんですけど、親密度マックスの状態でもらえる8種類のみは、住民の性格1つにつき1つもらえるっていう決まりがあるんですけど、で、これが、ちなみにね、今、クルリンパーって持ってるじゃないですか。これがハキハキ系の住民で、次、ワルダクミっていうのが、これが元気のやつなんですよ。これ、怖いとかさ、キザのなんか性格がくれそうかなと思ったんですけど、これワルダ神は元気からもらえます。で、その後、あと6個何なのっていうと、自分持ってないんですけど、キザの性格がシャキーンっていうリアクションですね。怖い住民、怖い系の住民がひらめく。ほんで、ぼんやり、うちだとペーターかなとかがドヤ。で、姉貴いないんですよね。だから一回呼ばなきゃいけないんですけど、姉貴が任せてっていうやつなんですよ。で、大人がラブ。で、普通が想像中っていう、残りね、6つ、計8つの性格それぞれのもらえるんですけど、これがね、またもうね、めっちゃいいんですよね。なんかリアクションがさ、本当にあつ森は素晴らしくない？これも好きなんですよね、これ。効果音がめっちゃいいよね。あと、ジロとかね。ほら、こんな感じでね。待って。あ、来た来たあ、来た来た来た神あ、来た来たあー、最高はい、ほんでね、一応、効率のいい回り方っていうか、まあ、自分なりの回り方なんですけど、自分がやってた時に回ってた方法としては、朝の9時にするんですね。で、なんで9時かっていうと、本当は、このシステム、このショップたちがね、閉まってる時間帯に行くと、この中にね、住民がいる可能性がなくなるので、そっちの方が嬉しいんですけど、9時だと、一部の住民が寝てる可能性があるんですね。なので、寝ててしまうと、結局、1時間進めて、店が開く時間まで、なんなきゃいけなくて、で、その時間っていうのがやっぱり9時とかあったんですよ。8時とか8時半とかでやっても寝てて、秀吉が主に寝てるんですけど、9時にすると起きてくるんですよ。今何時だろう？今9時半か。で、そうするとね、住民が基本家の中か外に出てくるんですけど、まあいない場合はね、外出中って書いてあるんですけど、いる時は煙が出てて、まあ窓が開いてね、中が明かりがついてるので分かりやすいと思うんですけど、で、順次話しかけていくと。一応ね、マップ的に言うと、今右下にめっちゃ固まってるんですごくやりやすくて、自分の今のルーティンとしては、起きて、住民の家漁って、で、店見て、で、案内所までね、下からずーっと通っていくと、5番にさ、河口があるじゃん。で、ここでね、釣りをしてる住民とかいるんですよ。島の中に池とかがないので、川とかが。釣りがやっぱり5番か、この C の河口でしかできないので、ここでやってることが多いんですね。で、そんで、そのまま5番から案内所 C っていう経由して、行って、で、そのままね、C をずーっと右にバーって降りてくると、上を見ながら、結局自分の家に戻ってくることができるんですよ。で、基本的にはさっき言ったその5番の河口と案内所と C の河口っていうところに基本はいるんですよ。ほんでいなかった時は、まあ、店の中とかにいる場合もあるので、自分はこういう回り方でね、時計回りで、行くと全部基本的には住民と話しかけることができるので、まあそんな感じに回ってるんですけど、島がね、がっつりできちゃってるよって方とかっていうのは、まあ経路が結構あやふやというか、まあごちゃごちゃになりがちじゃないですか。で、そういう人は自分の住民がよくいる場所っていうのを何個かね、スポットとして見つけておくと、まあ、すぐに見つけられるかなと思います。店は基本的に見た方がいいです。最後でも中間でも、まあ、いつでもね、見るタイミングがいいんですけど、店はすぐに見られるので見た方がいいんですけど、店と島一周してなかったら、基本的には1時間2時間進めて、住民が家に入るまたは出てくるっていうのを待って、話しかけられてない住民と話すのをやるって方が効率はいいと思います。博物館とかにたまにいることがあるんですけど、確か。そういうのは探しに行くのが時間がもったいないので、だったら、時間進めて、まあ、速攻でね、出てきてる出てきてないを確かめてっていう方が、まあ、効率は良かったのかなと。で、最初の方にフルーツなんちゃらかんちゃらってもしかしたら言ったかもしれないんですけど、個人的にはあげてます。一応、店の自分のね、20個くらい一気に買って、で、それで自分の欲しい住民のみ、話しかけて、毎日周回するって感じですね。で、今回は、さっき、ジュンと、まあ、キザもらったでしょ？で、ハキハキと元気からもらってるので、残り5リアクションなんですよ。で、今、島にいるのが、普通のキャラ、で、ぼんやり、大人、怖いっていう4種類しかいないんですよ。で、その4種類の住民のみ話しかけて、できるだけその、びっくりマーク率をね、4種類のみに絞るっていう感じにやってます。で、手に入った住民ってのは、まあ、よっぽど気に入ってる場合とかじゃない限りは、基本的には一旦スルーして、あえて住民のね、有効度をちょっと下げつつ、他の住民、欲しい住民にピックアップしてあげていくといいのかなと。はい、ということでね、今回はちょっと簡単だったんですけど、住民のリアクションコンプする方法ということで、自分がね、今回一番伝えたかったのは、まあ、一日も出さず、毎日話しかけようね、ということでした。まあ、住民の親密度をマックスにしようっていうのは、結構割りかち聞いたことがあったと思うんですけど、出ないよって方が多いってのは、やっぱりこの、キープ率が悪かったりしたのかなとか思ったので、今回ね動画にしてみました。周回方法だったりフルーツってのはおのおの任せるんですけど、唯一一番大事なのはこの毎日話しかけて、持続していくということで、イベントとかがあってもね、土曜日とか日曜日、あとだけ下か、挟んだとしても、必ず話しかけるといいと思います。もしね、今回動画参考になったよとか、よかったよって方いたら、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いします。あと少しで1万人でございます。いやーマジですごい。もう7月3日誕生日、1万人記念、7月3日の熱盛アップデート。マジでもう盛りだくさんすぎて、もう幸せ。本当に。いつもありがとうございます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。7月から島作ります。それもよろしくね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。みずきさん、バイチャー。